の全話見た女。もしかして初代か？初代よ、つぶらやイマジネーションで全話見たわ。リマスター版も最新コンテンツも、月額料金で見られるんだよな。回し物みたいになってきちゃったわ。なれるもんならなりたいよ、つぶらやの回し物によう。それはそう。じゃあ今日は、霊夢も気になっているだろう、ウルトラマン出演者のその後について語っていくぜ。どうして毎回、私の話は導入に使われてしまうのか。まずは、改めてウルトラマンという作品について振り返ってみよう。よし来た。ウルトラマンは、1966年7月17日から、1967年4月9日まで、毎週日曜19時から19時30分に、全39話放送された特撮テレビ番組だ。えらく形式ばった説明。便宜上、この作品に登場するウルトラマンは、初代ウルトラマン、マン兄さんと呼称することが多い。初代マン派、マン兄さん派とで分かれるイメージね。私はマン兄さん派です。私もそうなの。怪獣や宇宙人により起こされる災害、超常現象の解決をメインにして、SF 的なストーリーが描かれるのが特徴だな。考えさせられる話もあったり、ワクワクする話もあったり、そこら辺は別動画でも詳しく語ってるから、割愛するぜ。本放送時の第1話の視聴率は、なんと 34.4%。高い。平均視聴率は 36.8%。平均の方が高い。最高視聴率は、42.8% だ。ほとんど半数。テレビ放送から半世紀以上経った今でも、根強いファンが多いぜ。本当にそうよね。根強いファンが作った映画も、公開されてたしな。ウルトラマンにクソデカ感情を持つ男たちによる映画、新ウルトラマンもよろしく。スタジオカラーの回し物でもありません。なれるなら、なってみたい。ウルトラマンの主要登場人物についても、軽く触れておこう。おさらいはしないとね。まず、早田隊員だ。主人公。科学特捜隊養成所首席で卒業したエリートで、年齢は25歳。結構若いのよね。龍が森湖上空をパトロール中、ベムラーを追っていたウルトラマンと激突して死んでしまう。申し訳ないことをした、早田隊員。へっへっへ。心配することはない。のやりとりが馴染み深いわね。基本高青年で、ウルトラマンと一体化した後も特に性格は変わらない。ただ、ウルトラマンが分離した後は記憶がなさそうな描写があり、ウルトラマンと一体化していた時体の主導権は、ウルトラマンにあったという見方をする人が多いな。そう考えると怖いわね。次に、藤田院。こう言ってんね。年齢は21歳で、担当は通信オペレーション。だけど結構現場にも行くよね。活動的な性格なんだよな。女性であることを理由に軽んじられると結構反発したり、意志が強い人だぜ。ウルトラマンの女性キャラってそういうイメージ。わかる。一方、誕生石の真珠でオシャレをするなど、可愛い一面もある。いいよね。ザラブ星人に化けられたり、メフィラス星人に巨大化させられたり、ゼットン星人に襲われたり、何かと宇宙人に狙われやすい人でもあるな。本当、いつも狙われてるよね。続いて、井出隊員。科学担当。数々の武器や装備を開発する発明マニアで、ムードメーカー。だけど、悩んだり悔やんだりすることが人一倍多いのよね。他にも、自分のミスを償うため無謀な行動をしたりするし、事情を持つ敵との戦いをためらったりもする。井出隊員、本当に好きだわ。わかる。次に、嵐隊員。射撃が上手いのよね、あと怪力。人間大のグリーンモンスを投げ飛ばすしな。井出が作った銃器は大抵この人が使うイメージ。実際そう。性格は熱血感で、切り込み隊長的な役回りが多いぜ。最後に、村松キャップ。科学特捜隊日本支部の、村松班の隊長よね。キャップ、キャプテンと呼ばれてるな。部下を見守るいい隊長で、実直な性格で部下から慕われている。いい上司。必要な時には冷徹な判断も下せるしな。大事なことだよね。まさに隊長って感じのキャラクターだぜ。じゃ、次からは出演者について語っていくぜ。一人目は、早田隊員役の黒部進さんだ。実家は農家で父は教師という家に生まれ、中央大学経済学部を卒業。経済学部なの？在学中に遊びにはまり、4年生の時には芝居に興味を持って、劇団狂言座に入る。おお、役者の道に。ただ、家賃を滞納してホームレスになり、靴磨きで生計を立てる時期もあった。ホームレスになってたの？靴磨きの客だった映画監督、山本和郎から、東方ニューフェイスの受験を勧められた。それでどうなったの？1962年、第3回東方オールタレントスカウトに応募し、トップで合格。トップ、すごいわね。ただ、ホームレスだから通知先を友人の家にしていた上、友人も不在なことが多く連絡がつかなかったため、不合格にされそうになってたぜ。山本さんが親代わりを務めたことによって、無事合格。めちゃくちゃお世話になってるわね。合格後は演技を学び、徐々に作品にも出るようになる。
デビュー作は、1963年、暁の合唱という青春文芸作品で、主演の相手役だ。おお、いい役。その後は、国際秘密警察シリーズなどの悪役に転じ、1964年には、三大怪獣地球最大の決戦に出たことをきっかけに、東方特撮の常連になった。ここからウルトラマンになるのか。1966年、ウルトラマンの主人公になり、正義のヒーローとして一躍有名人になったぜ。サクセスストーリーだなぁ。1970年頃には退社してテレビに軸足を移し、同年の燃えよ剣では長倉新八を演じた。時代劇にも出てたのね。1990年代以降は特撮ブームの再燃で、ウルトラマン関連のイベントへの登場が増える。2005年の、ウルトラマンマックスで防衛幹部役として出演し、2006年、ウルトラマンメビウスでは、ウルトラマンの人間体として出演したぜ。早田なの？ウルトラマンとしか語られてなかったはず。現在は講演会などに出つつ、ウルトラマン関係でのインタビューに答えつつって感じだな。ウルトラマンを大事にしてくれてるイメージあるわね。二人目は、藤田院役の桜井弘子さんだ。美人さんだよね。少女雑誌仲良し連載小説、ひとみちゃんが写真小説に変わるにあたり、モデル募集に応募して、1956年1月号からヒロインを務めた。この頃からすでにヒロインなのね。なお、この作者は後の瀬戸内寂聴だぜ。マジか、あの人少女雑誌で連載持ってたの？1957年に児童劇団に所属し、子役として仙道兄弟、会いたいなあの瞳に出演する。おお、すっかり芝居の道に進んでる。14歳の時に出た、ジャクリーヌ・ササールに似ている人というコンテストに応募した。なんその面白そうなコンテスト。フランスの女優さんに似ている人を集めたコンテストだぜ。そのまんまだ。当選確実になりながらも年齢資格に満たないため失格になったが、この時たまたま東方のプロデューサーに認められた。どんな偶然なんだ。1961年、中学卒業と同時に東方に入社した。その後様々な作品に出て、1966年にはウルトラ Q に、カメラマン江戸川百合子役で出演して注目を浴びたんだ。ウルトラ Q にも出てたのか。その上同年7月からは、ウルトラマンにレギュラー出演だからな。めちゃくちゃ人気出そう。めちゃくちゃ人気出たぜ。1967年の、台風とザクロを最後に東方を退社して、テレビドラマ中心になる。時代劇や刑事ドラマでは意外と悪女役も多く、1971年の実相寺監督の映画では、ヌードを披露していた。実相寺監督といえば、ウルトラシリーズにも結構関わってる人よね。そうだぜ。1981年には、ウルトラマン80にゲスト出演しており、この時期には大人メディアによる最初のウルトラマンブームも発生していた。インタビューとか来たって感じかな。その通り。1980年代後半には、女優業を半分休止してるみたいになったが、90年代中盤のウルトラブーム再燃で活動を再開した。近年ではつぶらやプロに所属して、2005年、ウルトラマンマックスに吉永教授役としてレギュラー出演する。めちゃくちゃウルトラシリーズに出てるわね。しかも、黒部進とコンビ共演だぜ。おお、それは熱い。2021年1月には、YouTube チャンネル、ロコトークを開設して、ゲストを招いたトークなんかをやってるな。マジか。8月には、二瓶正成さんが死去したことを受け、明日は我が身という思いがあり、撮影のふとしたことを覚えているうちに皆さんにお知らせしておきたい。ということで、Twitter も開設した。今は主に YouTube やってる感じなのかな？大体そんな感じだな。他にもサイン会をしたり、いろいろ精力的に頑張ってるみたいだぜ。結婚状況とかが気になる人も多いと思うが、メディア露出は多いのにプライベートなことは語りたがらず、不明だぜ。してそうだけどな。3人目は、井出隊員役の二瓶正成さんだ。ドイツ人をジップに持ち、映画が好きだったことから高校3年政治に俳優を志して、東方芸能学校の夜間部に入ったぜ。高校生から俳優の道を目指してたのね。1960年に、東方第15期生ニューフェイスになって、しばらく大部屋生活を送る。やっぱ、昔は最初は大部屋から始まるのかな。そのイメージはあるよな。1961年、岡本喜八監督の、暗黒街の弾痕の、殺し屋 D でデビューした。ということはデビュー作はモブか。普通はそうなんだよ。コミカルな役柄が得意で、東方専属俳優として活躍。特に岡本喜八監督には気に入られていたのか、常連だったぜ。特有の監督の映画に毎回出てくる人、いるよね。1962年に、妖精ゴラスで特撮作品に初出演した。おお、ここから特撮に、宇宙パイロット役だったぜ。ただ、本格的な東方特撮映画出演はこれだけだ。マジか。1963年には、ハワイの若大将で、運動部のマネージャー江口役に抜擢。若大将シリーズにも出てるのね。1966年には、ウルトラマンで科学特捜隊の井出隊員役に選ばれる。代表作ってイメージ。実際そう。
他にもマイティ・ジャック、アニメ、ザ・ウルトラマンで、イデ隊員を意識した飛べ隊員役になったりしてたぜ。つぶらやの作品に結構出るようになったのね。引き続き映画にも出演するが、1969年には東宝を退社した。俳優は引退？いや、フリーになったぜ。銀座ナイトナイトなどテレビ番組の司会、CM などで幅広く活躍することになる。フリーになったことで、活躍の幅も広がったのかな。1980年代後半には鎌倉市に引っ越して、1990年代には、不動産業などの実業家として活動するようになった。俳優から実業家になる人、結構いるよね。そこから芸能活動をしばらく控えていたが、1990年代半ばの、ウルトラシリーズブーム再燃で再びつぶらや作品に顔を出し始める。みんな、ブーム再燃がきっかけで活動を再開してたりするなぁ。2005年には、ウルトラマンマックスに、伊達博士役でセミレギュラー出演をした。初代のメンバー、マックスに出まくってるわね。近年はビルオーナーをしつつ、芸能活動はウルトラマン関係のイベントがメインになっていたぜ。それで、現在はどうしてるの？2021年8月21日に、誤嚥性肺炎のために亡くなられた。あら。ちなみに、ウルトラマンのスーツアクターの古谷銀さんとは、東宝芸能学校と東宝ニューフェイスの同期だったらしい。同期で出演していたのね。4人目は、嵐隊員役の、毒蝮三太夫さんだ。すごい芸名だ。1945年から1950年までを、東京の浅草遊仙寺で育ち、1948年の時には、友人と一緒に鐘の鳴る丘の舞台オーディションに行く。それで、どうだったの？セリフ読みが上手かったため、自分だけが採用されて繊細孤児の役で子役デビューしたぜ。友達は落ちちゃったのね。これをきっかけに児童劇団に入って、NHK のラジオに出たりしてた。この頃からラジオも出てるのか。中学校では人気者で、生徒会副会長に選ばれたり、卒業式では卒業生代表として落語を披露したりしてた。めちゃくちゃ人気者じゃん。高校卒業までには東宝や大映の青春映画に出るも、高校を卒業する頃には児童劇団を辞めていたぜ。それで、どうしたの？日本大学芸術学部映画学科に入り、新劇をやるため劇団三能を作った。そして石原慎太郎の、処刑の部屋などを演じたりしてたんだ。そういえば、あの人作家だったわね。政治のイメージが強すぎて忘れてたわ。この頃から立川談志さんと知り合って、仲良くしていたらしい。マジか。本人が言うには、馬が合っていたのだそうだ。1966年には、ウルトラマンに嵐隊員役で出て、子供たちの人気者になった。翌年のウルトラセブンでも、ウルトラ警備隊の古橋隊員としてレギュラー出演。すごいわね、2作連続レギュラー出演って。1967年には、立川談志さんの誘いによって、笑点の座布団運びとして出るようになる。ウルトラマン放送中じゃん。TBS テレビに、なんで正義の味方が座布団運びやってんだ、という苦情が来たことをきっかけに、これまで本名名義だったのを芸名に変えたんだぜ。そんなクレームが来てたのか。毒蝮という芸名は、立川談志さんが、怪獣ドラマに出てるなら怪獣風の芸名にしたら？という提案により名付けられた。マジか。最初はマムシだけだったが、笑点に出てた五代目三遊亭円楽師匠が、ただのマムシじゃ面白くねえ、毒をつけろ、と発言して、毒蝮という芸名になったんだ。確かに、ただのマムシよりこっちの方がいいわね。ウルトラマンやセブンの後は、毒蝮三太夫のミュージックプレゼント、という TBS ラジオをやったりしてるぜ。このラジオはいつからいつまで続いたの？1969年からやっていて、今も他の番組のコーナーとして残ってたはずだ。マジか、長寿番組じゃん。テレビなら批判が来るだろう毒舌過激ネタが面白くて、人気があるな。口が悪いってこと？高齢者をジジイ、ババアと呼んだり、下手をすると汚えババアと呼んだりもする。本当に炎上しそうなほど毒舌だ。ただ、番組内でいろいろな人にマイクを向けて話を聞くスタイルで、人々の話したいという欲求を汲んでいるために、魅力を感じるんだろうな。そうして愛のあるいじりみたいになるのかな。だと思うぜ。また、シルバー川柳という書籍を出したりもしてるが、これも結構面白い。読んでみたいわ。今もなお元気にいろいろ活動していて、精力的な方だな。5人目は、村松隊長役の、小林明治さんだ。明治って読むのね。俳優デビューしたのは、1952年だ。デビュー作は？新東宝の映画、殺人容疑者だぜ。映画がデビュー作なのね。それ以降も舞台を中心として各社の映画に出る一方で、つぶらやや東映の特撮で活躍した。ウルトラマンとかね。仮面ライダーにも、立花東米役で出てるしな。ゴジラシリーズとか、ガメラ2とかにも出てるぜ。日本の代表的な特撮作品にかなり出てるのね。後輩の面倒見がいいため、多くの共演者から慕われる人だった。そうなんだ。村松キャップを演じる際、共演者に、子供番組だからといって子供にこびることはない。
一般ドラマと同じように演じること、と指導したりもしてるぜ。子供騙しじゃ、子供を楽しませられないしね。ウルトラマンの前には、ウルトラ Q 第19話にゲスト出演してたりもする。Q から出てる人なのね。なお、家督隊のコスチュームは、恥ずかしかったらしい。かっこいいのに。怪獣殿下の話では大阪城ロケをしたが、当時無免許だった小林が、隊員服のまま家督隊専用車で城下を一周して、警察に捕まったというエピソードもある。面白いわね。なお、撮影中に免許を取ったそうだ。免許取れてよかった。ウルトラマングレートでは、アーサー・グラント隊長の吹き替えをしたり、ウルトラマンゼアス2では、イエイとして登場したぜ。かなりつぶらや作品に出てるわね。イエイ？ウルトラマンゼアス2の前年、1996年に亡くなられてるからな。だからイエイとして出演したのね。ゼアスは1作目も初代ウルトラマンのレギュラー陣がゲスト出演してて、2にも二瓶正成さんが出てたからな。どうしても全員出したかったのかな。仮面ライダーシリーズでも、仮面ライダー第1話から、仮面ライダー V3 の最終話まで全話に出てるし、仮面ライダー X とか自分の出ていない作品もチェックして、主演に芝居のアドバイスをしたりしていた。みんなのおやっさんポジションだね。後年にテレビ番組に出た時もよく、ウルトラマンや仮面ライダーの話をしていたぜ。特撮ファンにとっては嬉しいことだね。最後に、ウルトラマンの中の一言、古谷敏さんについても語るぜ。スーツアクターも立派な出演者だもんね。大事だからな。古谷敏さんは、1965年に東宝本社の指示で、業務提携下にあった円谷プロに出向した。その前は普通に俳優さんだったのよね。そうだぜ。テレビ作品デビュー作は、ウルトラ Q のゲスト出演だ。顔出し？顔出しの役と、スーツアクター両方だな。アクターでは、ケムール人をしていたんだ。あの、走ってるやつね。ケムール人は181センチの長身で痩せているため、体型でオファーされた感じだな。体型って大事だもんな。本人は当初、こんなのに入るのは嫌だと渋ったが、時間がないと頼み込まれて渋々引き受けた感じだ。そうなんだ。当時はぬいぐるみ役者と、小馬鹿にされてたからな、アクターは。そうなのか。今はもうファンにとってアクターは神みたいな感じなのに。1966年に、ウルトラマンのスーツアクターになる。前作のケムール人とかラゴンとかは苦しかったから気乗りがしなかったが、成田トールさんから電話があって、ビンさんでなくてはダメなんだ、と懇願されたことで承諾したんだぜ。デザインをした人に直々にそう言われたら、断れないわ。1967年ウルトラセブンでは、天城隊員役になった。おお、顔出しじゃん。本人は家督隊の制服を羨ましがっていたから、顔出しが嬉しかったらしい。テレビを見てね、と実家や親戚に電話もしたそうだ。ウキウキじゃん。さらに、スーツアクター経験があるために、セブンの動きにも関心が向いていたらしいぜ。そりゃ気になるでしょ。セブン放送開始から1ヶ月後、演技に制裁がないと指摘されて落ち込むが、ウルトラマンとしての演技に感動したファンを裏切ってはいけない、とドクマムシさんから諭されて、頑張るようになった。それはもう頑張らなきゃってなるわ。実際、天城隊員、いいキャラしてたしな。セブン終了から1ヶ月後には、ピンプロモーションという会社を設立した。これはどういう会社なの？怪獣アトラクションショー、サイン会の主催会社だ。多いわね。天城隊員として司会をし、全国を興行していたぜ。すごいわね。1971年には法人化して、代表取締役社長になった。第二次怪獣ブームの時にも、各地で怪獣ショーを手掛けたりしていたんだ。本当、スーツアクターって感じ。ただ、1991年にピンプロモーションを解散して、負債を抱えたことから知人と連絡を断ち、経歴も伏せてビル清掃会社で働いていたらしい。どうして連絡を断ったの？人に迷惑をかけたという申し訳なさ、負い目が理由だそうだぜ。ああ、なるほどね。消息不明扱いになって、死亡説が唱えられたこともあったんだ。2007年には、成田徹さんの原画展に行ってな。来場者名簿がきっかけで、成田さんの奥さんから、来てくれるなんてと涙声の電話がかかってきたそうだ。嬉しいだろうね。これがきっかけで、アンヌ隊員役の菱見百合子さんから連絡が入り、役者仲間や、つぶらやプロ時代の関係者とまた連絡を取るようになったんだ。みんな安心しただろうな。2008年には CS ファミリー劇場で放送された、ウルトラセブン超百科のナビゲーターとして出演したし、俳優としても復帰したんだぜ。活動再開してる。2009年には自叙伝、ウルトラマンになった男を出し、撮影の裏話などについて明かしたんだ。そんな本があったのね。2013年には、初代ウルトラマン HD リマスター記念で開かれたイベントで、ウルトラマンのスーツを着て登場していたぜ。これはファンからしたらめちゃくちゃ嬉しいでしょ。実に47年ぶりだからな。今もウルトラマン関係の取材とか、トークイベントとかによく呼ばれてる。新ウルトラマン関連のトークイベントにも参加していたな。新は CG だけど、初代を再解釈したような作品だしね。というわけで、今回の話はここで終わりだぜ。
いやー、やっぱり、ウルトラマンっていいね。それには完全に同意だ。出演者にも、いろいろあるんだな。今もいろいろ活動している方もいれば、亡くなられてしまった方もいる。どちらにしても、本人もウルトラマンを大切にしてる人が多かったし、つぶらやもまた当時の出演者たちのことを大切にしているのかな、と思える話が多かったわね。今となってはレジェンドみたいな感じだからな。みんなはウルトラマンの思い出とかある？みんなで語ろうぜ。よければ、チャンネル登録やコメント、評価もしてくれると嬉しいわね。ご視聴ありがとうございました。